逆手突きは上を頭上に取り相手の水月を突き、さらに本手打ちで顔面を打ちます。体の中心で上を操作することが大切です。突いたとき両肘は伸ばします。逆手突きは上を逆手に持って相手の水月を上から突き、さらに右本手打ちで顔面を打つ技です。突きと打ちの動作を連続して行います。突き終わった姿勢はやや半身、肘は柔らかくし両手の小指は締めます。